久保さん、デール・カーネギーにしましょうか、カーネギー。人生とは今日一日のことであると。人生とは何ですか、堀江さん。そんなの聞いて意味あるのとカーネギーさんはね、今日であると。人生とは今日一日のことであると。うん、まあこれも深いですね。まあ多くの人は、まあ何がって言うと、まあ、 すげえその長いスパンで見てますよね。長いスパンで見てるから、うん、今日っていう日に集中していないというか、うん、なんだろうな。まあ全力投球してる人は少ないですよね。うん、今日という一日に。うん、多分、うん、今日死ぬってなった場合、多分、その今日の使い方っていうのはすげえ考えると思うんですよあなたは明日で死にますって分かってたらね。 明日、あなたは明日で死にますよってなったら、明日で俺はもう人生終わるのかってなった時に、布団に着く時に、明日何をしようかなとかね、明日どっか行こうかなとか、どうしよう何食べようとかね、いろいろ多分いろいろなこと考えると思います。あなた明日死にますよって言われたら。うん。明日で最後だってなればね。でも、そう、そうじゃないんですよね、みんな。そんなわかんないし。だから、別に深く考えてないんですよ、一日一日は。大した。 うん、でもまあそれが、うん、まあそれもそれも人間の人生っていうね <laughs> 逆を言うとね、うん、今日一日で終わらない可能性もあるからそう流さ,流されて生きてるというのも人間の人生でありまあどの方向性で見るかっていうところでも変わってきますけどただその一日をうん、うん なんですかね一日な結局何やったのかが人生のあれですから、まあ、僕も今の生活こうできてるのは一日一日を他の人と違うことをやっただけですからもしあの一緒のことやってたらこんな生活してませんからうんあなたの一日と僕の一日が違う理由はそれはあなたと違うことをやったっていうね一日その一日の積み重ねでしかないってことですね。 い、うん、ってらっしゃい。